無呼吸の言ったって、あ、出た。 ね、俺無の呼吸の使い手でさ、行ったんすよね、病院。ガチの方の。無の呼吸。次の方、どうぞーって。いや、まず一回目行ったら、なんか家でね、簡易的な検査する、なんか機械みたいなやつもらうのよ。それで家のベッドで自分でそれを装着して、なんか鼻に管を入れて、なんか夜、寝るのよ。あとなんか指に、洗濯バサみたいなやつつけて、多分血中酸素濃度みたいなやつを測るみたいなやつもあって、結構なんかガチやんみたいなね。やばそう。え、そう、寝れなそうだよね、これ。で、寝れなそうじゃん。いや、俺も絶対寝れんわ、これ、と思って。まあ、爆睡したけどね、ちゃんと。意外と、いけたわ。や、なんかさ、俺さ、なんか、もうめちゃくちゃ寝言とかさ、寝ぼけるとか、あるとか言ったじゃん、俺。昔から。多分、それって、関係あんだよね、無の呼吸。なんか、飛び起きるとかあるって言うじゃん。なんか、飲み込んじゃう夢見たわ、みたいな。それって、無の呼吸状態で苦しくなって起きてんだよね、多分ね。その装置をつけた日の夜はそういうのなかったから、ああ、なんか今日は大丈夫だったなーって思って、1回目のその結果を気に入ったら、もう見事、なんか1時間に数十回止まってますねって言われて、使い手とか言ってる場合じゃないぞって。そう。そうなのよ。だから俺今度ね、あれなんだよね。ガチの精密検査 受けに行くんだけど。いや、マジで。